ノシルゴアディアは、インド系アメリカ人の技術者。ノースロップ社の B-2 ステルス戦略爆撃機の設計者の一人。2005年スパイ容疑で逮捕され、中国に軍事機密を売った罪で2011年1月に32年の懲役刑が下されて、現在も連邦刑務所に収監中。B-2 スピリットインドのパールシーの家庭に生まれ、後に、 アメリカ合衆国に移住してアメリカの市民となった。1968年にノースロップ社での仕事に携わり B-2 の設計を担当し、1986年まで勤めていた。1990年代はロスアラモス研究所でも技術者として働き、1999年、自らのコンサルティング会社である n s ゴアジア社を設立した。 2005年10月、当局から2度にわたり事情聴取を受け、彼のハワイにある数百万ドルの財産についても調査が入った。そして同月承認されていない第三者に対して B-2 ステルス戦略爆撃機に関する情報を、はじめとする国防に関わる情報を漏えいした疑いで逮捕される。供述書によると、彼は機密性書類を流出させたことを認めた。 2006年11月、ハワイの大陪審は中華人民共和国に対する設計をはじめとした防衛に関連する協力行為でゴアディアを起訴した。訴状にはゴアディアが中国に入国し、ステルス性排気ノズルの開発に力を貸していたことも記述された。2005年の逮捕以来保釈されておらず習慣が続いていたが、2011年1月24日、 アメリカ合衆国連邦裁判所において32年の懲役の判決が下された。ABC アーカイブドコピー2009年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月6日閲覧 CI センターページオンゴアジアハットタックスマップキー2から8から0 10 1 1 0 1 0 0 0ロ マウイカウンティ、リアルプロパティタックスディビッツィオ。http コロンスラッシュスラッシュ www.mauiprtytax.com スラッシュフォームスラッシュ talets.aspx.idocs イコール 31& シンデックスイコールレータックスマップ t2 から8から011010000 00 ハワイマン・インティテッドフォーセリング・ナショナル・ディフェンス・シークレッツ・トゥ・ザ・ピープルズリパブリック・オブ・チャイナ・エドワード H. 久保・エイチ・クボユナイテッド・ステイツ・アトーニー・フォー・ザ・ディストリクト・オブ・ハワイユナイテッド・ステイツ・デパートメント・オブ・ジャスティスオリジナルの2007年5月23日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20070523175209/http <ッ>ホノルル FBIGAV 同時へプレシュレルプレスレル 06Defense Secrets 11906HTM HAT インディアンアメリカンウェッツ32 years for selling secrets The Times of India HTTP タイムソフィンアインダタイムズ .com インディアインディアンアメリカンゲッツマイナス32二イヤーズフォーセリングシークレッツアーティコルショー7364862 CMS ありがとうございます